多分日本人にとってもそうですけど、広島の人にとってそのこの時代1945年の時代を描くっていうのは非常にどうですかね、特別なことだと思うんですね。我々としては、神経を使わなければいけないことであるような気がするんです。うっかりすると何かその間違った情報とか間違ったイメージでもって語ってしまいかねない。でもそれことは多分実際に原爆を体験された多くの方、それからその遺族である多くの方、家族である人たちを傷つけることになってしまうかもしれないわけですね。ですので、そこはものすごく気を使って当たりました。一番、そうですね、大変だったのは河野文雄のその漫画の中ではその広島のいろんな場所が描かれているようなのですが、広島出身者でない自分にはそれがどこだかわからないということがありました。ですので、まず、その原爆のことは差し置いてですね、まずはその漫画の中に置いてあるたくさんのその広島の場所、明らかにモデルがあるって描かれているその場所がどこなのかっていうのを一つずつ確かめていくっていうことが、まず自分たちの仕事になりました。その時に、その時になって初めて気がついたんですけど、冒頭で鈴と周作とおぼしき少年が出会う、場所はどうも原爆の爆心地のすぐそばなんですね。それはでも原爆が落ちるよりも何年も前のエピソードです。でもそこが明らかにその後大変な悲劇の場所になるということを見越してこの漫画が描かれていたわけです。このことは自分がそこでこの場所がどこなのかっていうことを、きちんと勉強しなければきっと理解できなかったのではないかなと思うんですね。でも多分河野さんは、きっと理解してくれる人が、世の中には何人かいるに違いないと思って、全くその情報を添えずにただそこの風景を描いていたわけです。で、一つずつ理解していくと、これは原爆が落ちたすぐ横にあった今は原爆ドームとなっている建物なんだ。それからこの橋は、周作と鈴が立っている橋は、そうですね、原爆を落とす時のターゲットになった特殊な T 字型の形をした橋であるということが分かってきたりもしました。で、そういうことが分かれば分かるほど、そうですね、その時代、むしろその原爆が落ちる前の時代、同じ場所がどれほど、そうですね、普通の場所であったかということを描きたいなと思いました。ですから、むしろ、そのことに、気を使って、まあそうですね、たくさんの本や何かも手に入れましたし、写真も手に入れましたし、それから、たくさんの、当時そうですね、1945年には小学生だった人たちですね、もうね、大人になった人たちはもうほとんどこの世にいないので、当時子供だった人たちから、たくさん話を聞いて、自分たちが描くべき場所のデテールを、しようと思いました。